ログアウト…いや、間違えた。コマリング…ああ、龍女様のことで嬢ちゃんを探してたんだ。ほら、嬢ちゃんは腕が立つだけでなく龍女様を助けた件で彼女に深く信頼されているだろう。魔音の実から彼女を守ったじゃないか。それは生死を共にした仲ということだ。お前が会いに行けば彼女も一目散に逃げ出したりはしないだろう。実は寿命族の龍女である白露様がまた探偵師から逃げ出したんだよ。ああ、ちなみにまたっていうのはこの龍女様がおてんばで彼女が逃げ出すことは地甲子では日常茶飯事だからだ。お前泉州に来るのは今回が初めてか。彼らの体には俺たち泉州人とは違う血が流れている。他のことについては今日の話とは関係。龍女は役職とは違う。多くの人が彼女を呼ぶときに寿命族にはリュウソンっていう代々受け継がれてきた称号がある。要するに一族の王様みたいなものだ。ただその称号は龍槍を持ち龍神を伝承する者しか受け継ぐことができない。白露様こそラフ寿命族の未来の龍槍だ。噂によれば白露様は患者に触れたり涙を流したりするだけで傷を癒すことができるらしい。そんな力を持っていてもさらなる医術を、ま、いや別に閉じ込めているわけじゃない。ただ寿命族の慣習は先週人のそれと少し異なっている。白露様は才能に恵まれているだけでなく、それに白露様のおてんば加減は尋常じゃなくて、これまでに龍女様が抜け出した時は俺たち地甲子が後を追って彼女を探偵師に送り返していた。だが今回は状況が違う。性格による災いのせいでいつまでたっても人手不足の問題が解消されない。それに龍女様を捕まえたとしてもしばらくは送り返すことができないんだ。お前が知っているかどうかはわからないが、何者かの手によって探偵師に関わる複数の同店が閉鎖されてしまった。今はあそこに入れるやつも出られるやつもいない。音信不通ってやつだな。どうにも。それは俺も気になるところだが、おそらく同店が閉鎖される前に抜け出したんだろう。もしそれは他の同店の遺憾に駐在している医師たちだろう。彼らにも事情を聞いてみたが何も知らないようだ。お前に頼みたいことは二つある。一つ目は龍女様を見つけること。彼女を見つけたら探偵師の同店の閉鎖が解かれるまで面倒を見てどこにも行かせないようにしてほしい。二つ目は少し理解しにくいかもしれないが、もう彼女に魔音の実の治療をさせないでほしいんだ。人手が足りないんだよ。龍女様は悪知恵が働くからおとなしく抜け出すこと自体は罪に問われるものじゃないし、
彼女みたいな身分の方を俺たちが牢に閉じ込めるわけにもいかないだろ。だ、魔法の実は病気じゃないんだ。たとえ簡約の流女であっても、その進行を遅らせることくらいしかできない。お前たち短命種だって老衰を病気だとは捉えないだろ。それと老衰は遅らせることはできても、いつかは必ず訪れる。先週人にとってそれが魔恩の実だ。ただそれは死よりも恐ろしい。魔恩の実は先週人の血に流れる避けられない呪いなんだ。先週には昔から魔恩の実に対応するための手段がある。誰かが魔恩の実に落ちると獣王子の名鎖や半眼たちが迎えに来るよ。それに魔恩の実は確かに恐ろしいものだが、制御さえできれば害にはならない。この竜女様が魔恩の実の発作を抑えると、獣王子が該当者を見逃してしまう可能性がある。竜女様に治療を続けさせることは、魔恩の実が町にあふれ恐慌を引き起こす予想外の危機が訪れた今、魔恩の実への対処も子供の遊びで済ませてはならない。もっと慎重に対応するべきなんだ。魔恩の実は病気。お前たち老衰は、お前は軽元将軍と不元様の貴賓だ。地公子も当然お前に厚い信頼を寄せている。こう言っては失礼かもしれないが、今の探偵士は疑わしい。竜女様を連れ戻そうとする人物に出会ったら注意した方がいい。あまり深く考えるな。子供の相手は確かに大変だが、将軍様の貴賓にとっては難しいことではないはずだ。してもらえばいいじゃない。白露様、私の言うことを聞いてくださいと言いましたよね。あなた様が力を使うと注目を浴びてしまうでしょう。私たちには他にやるべきことがあるのですよ。わしは患者を治療しておっただけじゃ。それにさっきは主もいなくて。そういえばどこに行っておったのじゃ。私の体の事情は白露様が最も詳しいでしょう。広場に獣王子の人間がいたら私は。あなた誰なんですか。獣王子の名鎖ではないようですね。人を驚かせないでください。今回わしが探偵士を抜け出し離れたのは、正式に認められた外出問診のためじゃ。別に勝手に出てきたわけではない。この医者の小娘が証言してくれる。白露様、落ち着いてよく見てください。彼女は探偵士の人間ではありませんよ。わしを驚かすでない。ん、待て、主には会ったことがあるぞ。さっきの広場でわしが魔恩の実に囲まれていた時、主が奴らを倒してくれたじゃろ。覚えておるぞ。ちょうどいいところに来てくれた。ハンカよ、主はこれからどうやって行けばいいかわからぬと言っておったな。この小娘は体
が丈夫で武芸にも優れておる。必ず。いいえ、白露様、私は彼女を信用できません。お帰りください。白露様のお世話係は私だけで十分。あなたが気にかける必要はありません。二人とも喧嘩をするでない。あそこに探偵師の者がおる。まずはわしらが隠れるのを手伝え。話は後じゃ。レンジフードの掃除から。白露様、こちらへ。うむ、主、話なら後でしてやるから早くあやつを追い払ってくれ。頼んだぞ。とりあえず話を聞いてみて、それからどうするか決めよう。早くして、待ってる。そこの方、少しよろしいですか。お聞きしたいこと。女の子、確かに僕は人を探していますが、何か誤解しているようですね。探偵師の服を着たあなたと同じくらいの身長の女性が私場の方に向かったはずなのですが、僕は彼女の同僚なのですが、どうにも避けられているようで。どういう意味ですか。何ですって。すでに探偵師の同点は閉鎖されている。薬王の辞書でなければ鎌をかけようとしましたね。あなた、探偵師から来たと言いましたが、その証拠。人をバカにして楽しいですか。やっぱりあの女をかばっているんでしょう。まだ何か知っていることがありそうですし、もう少し詳しく話を聞かなければなりませんね。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。楽にしてあげる。蝶と共に散れ、スターレイファントム。あの世に送ってやる。はぁ、あ、はぁ、あ、しつこい。いや、あの世に送ってやる。私を楽しませてくれる。ガツンと来るやつで行こう。手のほどく。我に力を。次、あの世に送ってやる。この探偵師の意思は何かおかしい。もう少し詳しく調べてみよう。服装を見る限り、この人は探偵師の意思みたいだけど、もしかしたらこの人が大郷の言っていた疑わ。いや、やっぱり。
持っていこう。きっと塾の王がやったのよ。持っていこう。持っていこう。持っていこう。服装を見る。もしかしたら。鬼だの何だの。レンジフードの。ここには誰もおらんぞ。主が戻ってきたということは、もう安全ということか。うん、今そっちに行く。それでどうじゃった。どうせあやつはわしを探偵師に連れ戻そうとしておったんじゃろ。ほれハンカ、この小娘は信用できると思わんか。彼女は確かに私たちを助けてくれました。しかし事態が複雑になるのは避けたいので。はあ？ハンカを探してどうする。きっとあやつはわしを捕まえに来たんじゃ。探偵師の医師が探していた相手がハンカだと示せる証拠はどれだろう。ちょっと待って、もう。これが証拠だよ。この手紙は。待て、主、薬王秘伝の名は聞いたことがあるぞ。確か魔音の実と儒家の王を崇拝する熱狂的信者じゃったか。じゃあが、ハンカは違う。彼女はわしに魔音の実を治してくれとまで言ってきた。白老様、そのことは絶対に他の人には話さないと二人で決めたではありませんか。魔音の実の治療、怪しい。彼女が薬王秘伝だと示す証拠はないかな。これは薬王秘伝から手に入れた処方箋。白露、見てみて。この処方箋の筆跡、主がくれた紙に書かれていた字と全く同じ。じゃあ主は本当に薬王秘伝のものなのか。ごめんなさい白露様、確かに私は薬王秘伝のもの。そしてあの探偵師の意志もきっと私を捕らえるために使わされたのでしょう。ですが私は決して白露様を傷つけようとしたわけではありません。むしろ白露様を連れ出して安全を確保しようと。同店を出る前に白露様と取引をしたのです。このことだけは絶対にやり遂げなければ。先に白露の話を聞いてみよう。人の傷や病は治せても、悪しき心は治せぬ。
本当に探偵師から逃げ出す手助けをしてくれる者が現れたと思ったのに。はあ、おいおい、イライラすると背が伸びなくなる。もうわしも話に聞いたことがあるだけじゃ。探偵師の官位台にある書物を読んでいなければこの泉州で昔どれくらい昔じゃったか。とにかく長命主にとっても随分と、なぜかというと薬王秘伝の連中の気が狂う。泉州人は魔音の身になる宿命から解放され再び工場なる弱滅に戻ることを望んでおった。しかし薬王秘伝は魔音の身は祝福であると平凡な命聞こえはいいが、つまりは自分が理性のない化け物になることを許容するということじゃろ。そこで運気軍じゃが、鳴りを潜めることと伝承が絶たれることは別の話。病と同じように症状が顕著に現れないものこそ本当に厄介なのじゃ。あやつらは消えていないどころか水面下で密かに勢力を広げておったらしい。その質問を先週人は何千回も数えきれないほど多くの医術に通じる者たちがその呪いを解くために研究に没頭してきた。残念なことに儒家の王がもたらしたものは波の生命を持つものでは見抜けぬとしか言いようがない。ある医師は先週人の肉体は普及じゃが記憶は歳月と共に増えていくと考えておる。そして最も鮮明で最も強烈な記憶だけが残る。楽しい思い出などではなく大抵は後悔や憎しみ悲しみといったマイナスの、それこそが魔音の身に落ちる予兆じゃが、それ以上その質数え儒家の王が魔音の身に落ちた先週人はすぐに獣王氏の名鎖や判官に連行される。ただ地公氏の者が言ったことも間違い。そんなことわしにわかるわけがないじゃろう。奴らの顔に我こそが薬王秘伝なり。申し訳ありません、白露様に真実を打ち明けることができませんでした。ですが私にはやむを得ない事情があって。私は龍女様に恋人の救済を頼みました。ですから交換条件として彼女を連れて探偵師から逃げるとの約束を。寿命族の掟に反することをした以上探偵師は必ず私に罰を下すでしょう。ですがそんなことを気に、私に残された時間は多くありませんが、逃げてしまえば大丈夫だと思っていたんです。まさか追っ手が来ると。薬王秘伝に加入したこと、そこで経験したことをどうしても彼女には打ち明けられなかったのです。主はわしによくしてくれたが隠し事をするべきではなかった。お、彼の名前は良木。薬を求めて泉州にやってきた短命種で、以前の私は短命種のような儚い命がもがき苦しむ必要などあるのかと。あの感覚は甘く、そして苦しかった。生まれて初めての経験でした。そこで私は白露様の存在を思い出したのです。普通の人間の病であれば龍女の涙で治療することができる。ですからこのような方法を取るしかな。私にはすでに魔音の実の兆候が現れています。薬王秘伝は魔音の実を当選とみなしていて常に奇怪な薬で発症を促進させているのです。しかし
両目に出会ってから私は当選を恐ろしいことだと考えるようになりました。不老長生になったとしても彼がわからない、彼を思い出ですから、私は薬の服用をやめて逃げ出したのです。道中確かに隠し事はしておったが、こやつの恋人を助けると約束したからの。長年診察を続けてきたが、人が苦しむ姿を見るのは未だになれ。ヤクロ様。ハンカ、これからどうしたいか言ってみろ。私は薬王秘伝や獣王子の人間に捕まりたくありません。誰にも見つからずに竜雲私まで行く方法を探さなければ。